はい、皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、シンシナティ、それからケンタッキー州、インディアナ州にだけあるローカルのファーストレストランのゴールドスターチリというお店にやってきました。こちらを見てください。いろいろなパネルがあるんですけれども、はい、こういったね、チーズがたくさん乗ったホットドッグがあるんですけど、こちらが有名だったり、スパゲッティがね、有名だったりするんですけれども、では早速中に入って食べていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、店内はこんな感じになっています。まだこちらのゴールドスターのお店は、このレストランはできたばっかりなのでね、とっても綺麗です。後ろに、シンシナティの大きなスタンプがありますけれども、とっても可愛いです。はい、こちら店内の壁にかかっている、ポスターなんですけれども、シークレット5スパイスブレンドって書いてありますね。ソルトとペッパーとチリパウダーと、あとは、みんなでゲスしてねみたいな書いてあるんですけれども、特別なものが入ってるのでしょうか。で、この先ほど紹介しましたこの、チーズコニーって言われるのが名物なんですけども、基本、ホットドッグのドッグのバンに、ソーセージがあって、チリソースがかかっていて、その上にたくさんのシュレディットの、チーズですね、それがかかっているので、チーズコニーと言われるのがシンシナティの名物になります。はい、こちらにも、昔の1号店でしょうかね、オフィシャリーシンシナティチリと書かれた、ポスターみたいなのが飾ってありますね。はい、こちらがメニューになります。こちらですね、まず 3way 4way 5way ってあります。で、 3way っていうのがただ、スパゲッティに、ソースですね、チリソースが乗ってて、でチーズが乗ってるタイプのシンプルなやつなんですけれども、それで 4way っていうのが、それに 3way に加えて、ビーンズあるいはオニオンかどちらかを乗せるのが 4way ですね。で、最終的に 5way っていうのが、この 3way に、ビーンズとオニオン両方ね乗せるのが 5way ってなっています。で、サイズもいろいろあって、スーパーが一番大きいサイズですね。レギュラー、スモールと3つのサイズが用意されています。はい、そしてもう一つ有名なのがこちらですね、コニー、チーズコニーですね。ホットドッグの上に、チーズがねたくさんあります。これはチェダーチーズになりますね。それが 2.19 ドルですね。はい、他にもまあもちろんサンドイッチとか、ハンバーガーとかねあるんですけれども、今ご紹介した、スパゲティの方とチーズコニーが一番有名なものになっています。こちらゴールドスターのレストランにはキッズミールもあるんですよね。キッズのスリーウェイ、それから、スパゲティの方もあります。チーズコニー、ホットドッグ、チーズバーガーとあってね、結構値段も安いので、こちらはねキッズもなかなか来て食べやすいメニューもねたくさんあると思います。はい、今オーダーしたこちら、フォーウェイオニオンのスパゲティが来ました。こちらスーパーのサイズなんですけど、見てください、このチーズのてんこ盛り、わかりますか、もうもりもりチーズになってますねすごいボリュームです。はい、そしてもう一つ有名なのがこちらのチーズのチーズコニーですね。ホットドッグになりますけれども、もうあのウインナーが見えないぐらいのチーズがかかってますすごい量ですね。はい、でこちらがねいつもフリーでもらえる、ゴールドスターのクラッカーになります。それではいただきたいと思います。美味しそう。はい、それではこのチーズもりもりの、フォーウェイオニオンのスパゲティをいただきたいと思います。ちょっとだけね、あのテーブルに置いてあるこのホットソースをかけると美味しいので、少しだけかけていただきたいと思います。
はい、それではいただきます。スパゲッティがね、こんな感じでオニオンとチリソースと下に入ってますが、チーズをどけないと見えませんはい、で結構ねスパゲッティがちょっと日本と違うんですよね。多分日本から来られた人が食べるとすごく茹ですぎの柔らかいスパゲッティなので、って思われるかもしれないんですけど、またこのチリソースとこのちょっと茹ですぎた感じのスパゲッティとこの大量のチーズとかが絡み合って、私はすごく好きなんですよね。こちらのホットソースもね、ちょっと後からスパイスが効いてとっても好きな味なんです。美味しいです。それからこちらのチーズコーニーの方も一口いただきます。すごい本当にチーズがすごいので、ちょっとチーズが苦手な方はね、ちょっと、でもチーズなしもオーダーできるんでね、チーズの苦手な方はチーズなしで食べられたらいいと思うんですけど、こちらもいただきたいと思います。マスタードも入ってるんでね、こちらもちょっとソースの味は同じなんですけど、やっぱりパンと一緒に食べるのとスパゲッティと食べるのではやっぱりちょっと違った感じで、2つ楽しめるのね、味がすごく美味しいです。ぜひシンシナティに来られた時は食べてくださいね。おすすめです。はい、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントよろしくお願いします。ザジーチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。